8月19日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落しています。今日の全引けは昨日との比較で191円48銭安の 27,394 円43銭となりました。トピックス東証株価指数も 14.27 ポイント安、 JPX 日経100 137.76 ポイント安とそれぞれ下げております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 30%、 664銘柄、これに対して値下がりが約 65%、 1410銘柄、変わらずが 5% 弱ありました。全体の6割以上が値下がりという東証一部の構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って下げておりますが、ただ率で見ますと大型より中型、中型より小型の下落率がやや小さめ、逆に言いますと小型より中型、大型の方が下落率がやや大きめ、小型株は比較的底堅い、それほど目立った開きではありませんが、小型株は比較的底堅い動きにもなります。新興市場ではマザーズ指数などが小幅ではありますが続伸しているといった動きも見られております。商いは最近としては通常のボリュームと言っていいでしょう。全引けの売買高4億9000万株余り、売買代金1兆飛び533億円、1兆円ちょっとということで売買代金全引けとなりました。1日としては2兆円強ということですから、決算発表が一巡しておりますので商いもなかなか増えにくくなっているという面もありそうです。今日は朝方から売り注文先行して始まりました。昨日のニューヨーク市場におきまして、米アメリカ連邦準備制度理事会 FRB によるテーパリング、量的緩和の縮小の開始が早まるのではないかという見方から、ニューヨーク市場の株価が下落した流れが東京市場にも波及した形です。もっとも日経平均株価押し種では押し目買いも入りまして、下げ幅を80円余りに縮める場面も見られました。もっともその後再びアジア市場が下げが目立ったといった動きなども意識されまして、全引けにかけては再び下げ幅を拡大、結局191円安ということで全引けを迎えております。昨日に続いての下落、このまま安く引ければ反落ということになります。景気敏感株などに売り注文が目立ちました。個別で代表格、例えば景気敏感株の中でも総合商社株代表格として三井物産8031なども利益確定の売りで下落しております。昨日の海外市場では原油相場あるいは非鉄など資源価格なども下落してきたと景気の先行き不透明感が意識されて資源相場、商品市況が下落したといった流れが国内の総合商社株にも波及しました。代表格三井物産などもこのところ直近で今月上旬には年初来高値をつけていたといったこともありまして、利益確定売りに押された形です。逆に上昇した銘柄としましては、薬品株が比較的堅調、全体の中でも上昇する銘柄が目立ちました。個別では塩野義製薬4507が商いを伴って買われました。塩野義は新型コロナの治療薬を手掛けていると、開発しているといったことが引き続き材料視されておりますし、ワクチン開発も行っているということでありまして、新型コロナの感染拡大が手がかり材料視されています。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。